日産、マーチ、マーチ、マーチは日産自動車が製造、販売するハッチバック型のコンパクトカーである。派生車種は派生車種の項目を参照。かつて、トヨタスターレットと日本のコンパクトカー市場の人気を二分していた。日用量市場での販売を視野に入れており、欧州などいくつかの地域では、マイクラ、マイケラ名で販売されている。 扱いやすいコンパクトなボディに大人4人が快適に移動できるキャビンを持つ合理的なパッケージングが特徴であり専門家の評価も高い特に2代目 K11 型は日曜でカーオブザイヤーを同時受賞するなど高い評価を受けたまた日本車としては珍しくフルモデルチェンジのスパンがかなり長いのも特徴の一つであるワンメイクレースが行われるなど 手軽なモータースポーツへの登竜門としての一面も持つ。なお、欧州向けマイクラについては、2016年9月29日から30日に、フランスで開催された、パリモーターショー2016にて5代目モデル、K14 型が先行発表され、その後市販を開始した。この欧州向け左ハンドル使用者、マイクラを、ルノーの欧州域内の工場で生産するが、 この時点において、日本市場向けマーチを含む欧州向け以外のマーチ、マイクラの時期モデルについて公式アナウンスはされていない。1981年10月に開催された第24回、東京モーターショーに n x 0 1 8名で参考出品。長期にわたるプレキャンペーンが展開され、一般公募により、社名がマーチと決定された後、 1982年10月に発売された。イメージキャラクターは近藤正彦が起用され、キャッチコピーはマッチのマーチ、スーパーアイドル、いずれも前期型。開発は当時東京都杉並区小木久にあった小木久事業所にて行われた。初代マーチはその小木久事業所で開発された新車種として最後に開発されて発売された車種である。 開発士官は旧プリンス自動車出身の伊藤オサムレイが務めた。基本デザインは世界的に著名なデザイナーであるジョルジェット・ジュージアーロが行い、生産に向けて社内でデザイン調整が行われた。約10年という日本の量産車としては珍しく極めて長いモデルライフであった。当初から最小限の装備だけを持っていたが、 最終型には、パワーウィンドウ装着車も存在した。当初搭載されたエンジンは、MA10S987cc 電子キャブレター、ECC 使用。グレードも良い,い、基本性能に徹し、ビジネスユースに特化したモデル L、基本的車種でファミリー若者向き実用車 S、トリップメーターを標準装備し、機能、内装の充実を図ったモデル G。 最上級モデルの3ドアハッチバック車4種類だけだったが、後にグレードが充実化され、キャンバストップ車や5ドアハッチバック車、MA10ET987cc、水冷ターボ ECCS エンジンを搭載したターボ、MA09Art930cc 空冷式、インタークーラー、ダブル下級機付き ECCS エンジンを搭載し、 ビスカス LSD 標準装備のモータースポーツに対応した R、そのグランドツーリング版のスーパーターボなどの車種も登場した。主な派生車種はパイクカーの BE-1BK10 型、MA10S エンジン搭載、パオ PK10 型、MA10S エンジン搭載、フィガロ FK10 型、MA10ET エンジン搭載や、レーシングフォーミュラーカーの ザウルスジュニア NSJ-91 型 MA10E エンジン搭載などが挙げられる。パイクカーの人気は高く、特に B-1 は中古車市場にリセールした方が、本体購入価格に倍近い値段がつくということで、在テクカーと呼ばれた。R は、かつて日産自動車が製造を販売していたサンドアハッチバック型の自動車で、モータースポーツ用のベース車両である。 初代マーチの競技車両ベース向けのグレードである。主に全日本ラリー選手権で活躍した。スーパーチャージャーとターボーチャージャーの複合化吸気システム、ダブルチャージエンジンシステムを日本初搭載し、車両装備によってタイプ1から3までバリエーションが存在した。専用で超クロースレシオの5速 MT を装備していた。自己交換を前提としているために、シート、 高度アーと同型、タイヤ、ホイールは基本車両となった軽重型マーチのベースグレードの安価なパーツが装備されている。内装もセミトリムと簡素である。また、タイプ1から3までは乗車定員が2人であった。形式は EEK10。なお、競技専用車両のためメーカー保証の内容が異なっており、車両登録は無改造のノーマル車以外。 当時の改造申請に基づき車両の持ち込みで手続きを行わなければ登録できなかった。1985年2月計1 0型のマイナーチェンジでサンドアハッチバックターボ新発売。1987年8月一部変更。新形状デザインのステアリングホイールの採用。シートパターン及び表皮材の変更。パワーステアリング装着車の設定。 MA10ET エンジン搭載車は、パワーステ追加に伴い、アイドル回転数補正補助の変更と、空燃比の最適制御により、EGR 装置を廃止。ターボのボディは、ドア下端にターボストライブを採用、またバックドア上端にターボストライプと、同デザインのターボロゴステッカーを装着。1988年1月、マイナーチェンジ。 同じ年式の K10 マーチのタグレードの燃料、供給装置が、電子制御キャブレターに対して、今まで上級者のみの採用であったマイコン制御による、エンジン集中制御システム、ECCSX の採用、新開発の小型ターボチャージャーにより、最高出力 85PS、最大トルク 12.0KGM、いずれもネット値を実現した。 新設計の U ターン型ロングインテークホールドや4連サイアミーズシリンダーブロックの採用により低回転域のトルク増大を図りダッシュ力を高めている。この出力に合わせて足回りもファインチューニングタイヤホイールもサイズアップマフラーをデュアルエキゾースとか外装も専用エアロパーツやフロントバンパー下に専用丸型ハロゲンフォングランプが採用されていた。 また、内装も専用メーターフードの採用により、マーチターボ独特のコックピットを演出していた。向かって、左がフェールメーター、右がテンプメーターを配し、独立シェルに覆われ、メインメーターもタコメーターがアナログ式、スピードメーターがオレンジの液晶デジタル式としたハイブリッドメーターを採用。専用デザインのステアリング中央には、エンジンの性能曲線グラフを配している。 シートもハイバックのバケットタイプを採用。ブラックを基調とし、明るめなオレンジのアクセントと、新デザインのターボの文字を織り込んでいる。1991年12月、初代マーチ、K10 型の販売終了。1992年1月、2代目マーチ、K11 型発売。後継モデルには、マーチターボは設定されずそのままモデル終了となった。 日産自動車が生産していたサンドアハッチバック、K10 型マーチに設定されていた、ホットハッチグレードの一つである。1988年8月に発売された競技、専用車の R をベースに、1989年1月に発売開始された一般向けモデル。形式は EEK10、国際モータースポーツ規約の下級係数、1.7倍、または、 国内競技の下級係数1.4倍をかけた際 2600cc クラス内へ収まるようベースとなった自然吸気モデルの MA10S 型エンジンに比べて排気量をダウンさせ 930cc となっている R と同じ MA09 r 型エンジンを搭載し最高出力 110PS6400rpm 最大トルク 13.3kgm 4800rpm を発生するエンジンは、量産車には珍しく、ターボチャージャーとスーパーチャージャーの種類の下級機を搭載し、日産はダブルチャージと呼称していた。これにより低回転域ではスーパーチャージャーによる瞬発力を高回転域では余裕のある最高出力を得ることに成功している。一方で、両機器を積んだことでフロントヘビーの原因ともなっている。 気候が複雑であるため、故障の際に修理費が高くつくなどの理由により、販売面では成功したとは言えなかった。そのため、時期モデルには設定されず1台限りで廃止となった。ビスカスカップリング LSD を標準で搭載するほか、MA10S では ECC 電子制御キャブレターによる機械機が採用されていたが、スーパーターボでは全電子化された絵に制御のインジェクター仕様であった。 また、補給類装着スペースの関係から、パワーステアリングが省略されている。1992年1月、初のフルモデルチェンジを受けて2代目に移行する。エクステリアデザインにおいてはそのほとんどを、当時の厚木 NTC 内デザインセンターで、日本ユニシスト共同開発の真っ最中だ。日産初の造形衣装用カナダドルシステムである、スティロ、スタイを、用段階ではあったが、 初めて造形の初期段階から運用して製作されたものである。ボディ形式は初代に引き続き3ドアと5ドアのハッチバック型、後期型にはワゴン型、マーチボックスやオープンモデルのカブリオレもラインナップされていた。また、台湾オリジナルモデルとしてサンボックス、ノッチバック型のセダンや国内仕様のボレロやルンマに似たクラシカルモデル、ベリータ、ベリターがあった。 1998年には派生モデルとして、初代 Z10 型キューブが生まれている。フル C セグメントクラスのセダンの初代 P10 型プリメーラや、フル B セグメントクラスのハッチバック、及びセダンの4代目 N14 型パルサーと、同じく日用量市場を主要マーケットとして、欧州車と被験しうる性能や快適性、効率的なパッケージングを実現することを目標として、 開発された。安かろう、悪かろうとスタイルを強調したスモールキャビンが普通であった当時の日本製コンパクトカーの中では異彩を放つ存在であり、日本におけるコンパクトカー市場の革命児とまで称れた。プラットフォーム及びエンジンは新開発され一零一1三リットルの CG 型エンジンを搭載5足 MT、4足 AT に加えて 富士重工業、現、スバルから供給を受けた NCVT を組み合わせていた。CVT の採用は日産では初である。なお、マーチボックスにはニーズを考慮してかの MT は一切、設定されず 4AT か CVT を選択できた。日本市場での販売実績は、モデルサイクル全般にわたって、堅調なもので、マーチに対抗できる。 商品力を持つ競合者が1995年のトヨタスターレット5代目 EP90、NP90 型や1996年のホンダロゴやマツダデミオ1998年のダイハツストーリーやトヨタデュエットまで登場しなかったことやバブル崩壊に伴いコンパクトカーの経済性が見直されてきたことなどの要因から 登場から4年後の1996年度には14万2000台を販売し、記録を更新し、ライバルが新型となって、マーチよりスペックや安全性が向上し、それに加えて、主力グレードが安価であったがマーチは、ヒットし続った。当時の日産は、莫大な有利子負債を抱え、深刻な経営状態となっていたが、その時期を支えた車種の一つである。このモデルから、日産で初めて、 全店舗閉売された。その後、トヨタヴィッツ、ホンダフィット、スズキスイフトなど、競争力の高いコンパクトカーが、他社から続々と登場したこともあり、販売台数は若干落ちたものの、2001年製の最終モデルでも、月間5000台程度の安定した販売実績を残している。生産工場は、軽1型、同様村山工場であったが、閉鎖後は、 追い浜工場に移管された。1998年に誕生したトールワゴン初代キューブはマーチの基本コンポーネンツを流用して開発され、こちらも大ヒットした。また、レトロ風のメッキグリルを持ち、リアオーバーハングを延長し独立したトランクルームを備えたセダン前後をバンデンプラ風に仕立てたコペルボニート、ミツオカ、ビュート、エンジンチューン。 機能的なエアロパーツを外装に持つトミーカイラ M13 や無印良品とのコラボレーションモデルムジカー1 0も生まれている。なお、追加キットだがクラシカルな外観を持つムークプリンセスなどもある。計十一型の評価は日本国内外ともに高く日本カーオブザイヤー1九9 2 r j c カーオブザイヤー1九9 2をダブル受賞、欧州でも 欧州カーブザイヤー1993を日本車とては初めて獲得する快挙を成し遂げた。これら3章を同時受賞した日本車は1999年登場のビッツ、欧州名、ヤリスまで登場しない。2002年2月2度目のフルモデルチェンジを受ける。生産は引き続き追浜工場で行われ、コンセプトは変わらず3ドアと5ドアのハッチバックの リッターカーであったが、日本市場では2003年夏には1リットルエンジンのグレードが消え、2005年のマイナーチェンジを機に3ドアモデルは廃止された。欧州市場を向けは英国日産自動車製造での生産となり、クーペカブリオレのマイクラ CC も発売され、日本にも2007年7月に導入され1500台が限定販売されている。技術面では、 ルノーと共同開発したアライアンス B プラットフォームが初めて採用された。日本使用者では新開発の1.0、1.2、1.4リットルの CR 型エンジンを搭載5速 MT、4速 AT を組み合わせていた。欧州では1.6リットルモデルも存在する。駆動方式は FF に加え電動式四駆、E-4WD も用意された。 なお、E-4WD に用いられる、後輪用モーターは、日立製作所の業務用洗濯機のものを流用していて、後に、松田のでミオとベリーサの E-4WD にも供給された。また、燃費の向上を目的に、全車に電動式、パワーステアリングが採用されている。二代目の特徴の一つであった CVT は当初、ラインナップされていなかったが、 2005年のマイナーチェンジを、木に1.5リットルの HR 型エンジン、CVT 搭載のモデルが復活した。CR、HR のいずれのエンジンも、電子制御スロットル仕様となる。くりくりしたヘッドランプとカエルの顔をイメージさせる特徴的なエクステリアデザインは、NTC 内デザイン本部第一プロダクトデザイン部、担当、猿渡義志によるもの。 欧州向けに3社に共通するウィング型のグリルをはじめ丸くラウンドしたルーフやわずかに残されたリアノッチ、ショルダー部分のキャッツウォーク形状には2台目の面影を残す。競合車種と比較した場合全長が短いことや後ろ下がりのルーフ形状のため後席居住性やラゲッジスペースは若干劣ることが多い。また日本使用者では 多彩に用意された個性的な内外装飾も特色であり自動車の優れたカラーデザインを検証するオートカラーアウォードを3度内グランプリ2度受賞している。ちなみに初期型に設定されていた内装色のシナモン、オレンジは開発段階で微妙だという意見が出たものの当時最高経営責任者だったカルロス・ゴーンのいいじゃないかということで市販が決定した。 ゴーン CEO 着任後、初めて開発された車種として、その売れ行きには注目が集まったが、発売初年度の日本市場では、月間目標台数8000台を大幅に上回る、月平均1万4000台を販売した。その後、他社から競合車が続々と発売されたこともあり、販売実績は低下傾向となった。しかし近年では、他社の競合車種が、モデルチェンジするたびに、 車両のサイズを拡大する系にある中、マーチは車服などのサイズが比較的小さい車種ということもあり、発売後4年を経過した2006年時点でも月5000台程度をコンスタントに売り続けていた。このモデルから車両の構造上アザ光式、ナンバープレートが装着できなくなった。K12 は同一プラットフォームを利用する他のメーカー車がある他に、 スタイリング改造メーカーが利用する主社にもなっている。代表的なところでは、ミツオカ、ビュートは、リアオーバーハングを延長し、独立したトランクを備えたセダンである。以前は、K11 ベースであったが、2005年9月の13年ぶりとなる、モデルチェンジで 12K ベースに移行した。ビュートの妹分といった位置づけの、キュートもある。他にもビートル風やセイチェント風などといったモデルがある。 改造車では、トミーカエラ M13 も K11 型に続いて、K12 型ベースとなった。2010年7月におよそ8年半ぶり、3度目のフルモデルチェンジを受ける。今回は、日本国内での生産はなく、タイ、中国、インド、ルノーパルスとの混産メキシコ、ブラジル、台湾の各工場で生産となる。日本仕様は、追い浜工場製から、タイのタイ日産。 旧サイアム日産オートモービル製に変更された。なお、日本向け仕様については、追い浜工場に手プギが行われる。日本での月間販売目標台数は4000台と発表された。プラットフォームは、レイアウトの最適化とシンプルなボディ構造を追求し新開発された V プラットフォームを採用。低重心化とタイヤを四隅に配列したデザインとした、ことで、 リアトレッドを拡大するとともに、シルブも外側へ張り出したことでコンパクトでありながら、踏ん張り感のあるプロポーションとした。また、後端はわずかに跳ね上がるような流線型のルーフラインとしたことで、空力性能を目、燃費向上に貢献した。また、特徴の一つである丸型ヘッドランプやアーチを描く、サイドウィンドウはマーチの DNA であるフレンドリーを継承するため、 先代の K12 型に近いデザインとした。エンジンは、軽量、コンパクト、低フリクションロスに優れた燃費効率を持つ、新開発の HR12 出型直列3、気筒 DOHC12 バルブエンジンに変更となり、トランスミッションは CVT に二眼変速の副変速機組み合わせた、新世代、エクストロニック CVT を全グレードに採用。また、12X と、 12G には、信号マッチなどの停車時にエンジンを自動停止するアイドリングストップ機構を備える。このアイドリングストップ機構は、アイドリングストップ作動中にステアリングを進行方向に切り始めると、エンジンが再始動するため、ドライバーの意図に合ったスムーズな発進を可能にしており、また、ブレーキペダルの緩め方一つで、エンジンの再始動やアイドリングストップの維持などを車両が最適な判断を、 行うことで違和感を低減している。これらにより、12X、12G は 26.0kmL、10.15モードの低燃費を達成。アイドリングストップ機構を搭載しないグレードを含めて、全車平成17年基準排出ガス75%低減レベルと、平成22年度燃費基準プラス25%を同時に達成した。なお、 日産では既存のエンジン車に次世代環境技術を搭載したエンジン進化型エコカーとしてピュアドライブ、ピュアドライブ展開しており、四代目マーチはピュアドライブの第一弾として展開する。その証として 12X と1 2 g には割ありピュアドライブエンブレムが装着される。グレード体系は装備を充実しながら100万円を切ったスタンダード仕様の 12S。 アイドリングストップ機構に加え、インテリジェントキー、カラードドアハンドル等を装備した充実仕様の 1X、UV カット機能付けへプライバシーガラス、リアドア、バックドア、オートライトシステム、フロントワイパー連動、薄暮れ感知器オフ、タコメーター、オゾ存セーフフルオートエアコン、SRS カーテンやバックシステム等を装備した上級仕様の 12G の3グレードを用意し、12X と 12G には 4WD 車も設定される、4WD 車のグレード名称、12X4 と 12G4。また、オーテックジャパン扱いのカスタムカー、ボレロもモデルチェンジを行い、同日に販売を開始した。販売開始当初、ボディカラーは9色、うち、オプションカラー3色が設定されていたが、12S は、バーニングレッド、パシフィックブルーパールメタリック、 シャンパーニュゴールドメタリックを除く6色、ボレロは4色であった。なお、3点式、シートベルト、全席のみ、プリテンショナー機構、ロードリミッター機構も付く、イブド付き ABS が、全グレードで、全席標準装備。12G 以外でもオプションで、サイドカーテンやバックが選択できる。2013年6月改良型では新たに19や、 Z34 型フェアレディ Z に続くプレミアムスポーツバージョン実質的にコンプリートカー扱いであるニスモを設定することが発表された。マーチニスモでは他の車種と異なりモータースポーツファンやスポーツドライビング志向のユーザーのみならずより幅広い層の車好きユーザーにも提供できるようニスモ及びニスモ S の2グレードが設定された。ニスモは X をベースとした低燃費エコ指向の1.2リットル CVT 車。ニスモ S は S をベースとして海外向けに設定されている HR15、出型エンジンにチューニングを施して出力、トルクともに大幅アップさせた専用仕様のエンジンを搭載し、車体合成のアップも行ったパフォーマンス指向の1.5リットル 5MT 車。なお、5MT 車は海外向けでは設定があるものの、 日本国内向けでは4代目にフルモデルチェンジされてから設定されておらず、今回のニスモ S が日本国内向けでは唯一の 5MT 車となる。ボディカラーは既存のピュアブラックパールメタリックとブリリアントシルバーメタリックに加えてニスモ専用色のブリリアントホワイトパール3コートパールオプションカラーの3色展開となる。この ブリリアントホワイトパール3コートパールは2014年5月の一部使用工場に伴い他のグレードでも設定できるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。